皆さん、こんにちは。プラマアイドル、高坂きのです。今日も始まりました。もう、元気 TV! 今日は、またハロー1個塗っていくんですが、こちらの塗料、じゃじゃーん。ガイアノーツさんでイベント限定で出されている、メタリックプリズムホログラムというのを使って塗装していきたいと思いまーす。1本なんと1500円する、結構高価な塗料になります。しかもこちら希釈済みなので、これをこのままエアブラシで拭くように作られています。だから普通のまあ塗料と比べたら全然高いかなとか思っちゃうんですけど、高いには高いなりのですね、素晴らしい顔料が使われているっていうことなので、それをですね、ぜひ拭いて皆さんにご紹介したいなと思います。どんな塗料も下地によって全然雰囲気が変わったりすると思うので、白と黒2色の下地を使ってですね、その上からこちらメタリックプリズムホログラムを拭いていきたいと思います。それではですね、先にサフを拭いてですね、2色白と黒作っていきたいと思います。で、今回ですね、サフをまあなんかエアブラシで拭く方もいると思うんですけど、缶スプレーで拭く方もいるかなと思ってですね、今回こちらですね、白色と黒色の1500番で、どっちも塗るんですけど、先に白から拭いていきます。振ります、超振ります、缶スプレーはマジで振ります。いやー、あとですね、普段よりも換気が必要になるので、こういうのソープスで拭くよりも、こう外のベランダとかですね、出ていただいて拭く方がおすすめです。まあでもなかなかね、どこで拭けるかっていうのは家庭環境で変わってくると思うので、拭けない方もしっかり換気だけはお願いします。もちろんこう棒に刺して拭いていきます。で、缶スプレーもこのハローの横側からいきます。最初ブシュって出ちゃうことが多いので、ここから始めて当てて外に出るっていうのを繰り返していきます。結構早く動かしていきますみたいな。エアブラシと違ってですね、缶スプレーはいかに出る量が結構あるので、あんまりゆっくり吹いてしまうとなんか液だれしてしまったりとか、これぐらいで、はい、下は塗ってない理由はこのハロのラインでですね、下を黒にして上を白にしようと思ってまーす。で、ちょっと乾かしてから次マスキングをしてですね、黒色のサフを塗っていきたいと思います。で、マスキングなんですけど、これこのハロ見てもらうと分かる通りカーブをしているんですね。なのでカーブのところを貼るための曲線用のマスキングテープっていうのがタミヤさんから出ています。で、こちらを使ってまずここのね、ラインのところを貼っていこうと思います。で、その後は大きなこういうね、一般的なマスキングテープとかでこっちの広い面積を隠していきますね。で、マスキングは一気に貼るの難しいので、ある程度長さ取ったら、これマスキング用のね、ニッパー、マスパーとかも使うとね、すっごいパチンって切れて、これ超気持ちいいんですけど、まあパチンとねパチンって切りつつ貼っていきます。で、こういう時は棒邪魔なんで抜いてもらって、はい、貼っていきましょう。ちょっと引っ張るとね、カーブするんですよ、この子。なので、それを使ってですね、このカーブに合わせてマスキングをしていきまーす。こっち側はちょっとぐらい浮いてもいいです。浮いたら、浮いた部分をマスキングで隠していくので、問題ないです。一番大事なのは端っこの線のところをちゃんと貼っていくことですね。大事なラインだけ貼れたらですね、今度はこっちの余ってると大きなマスキングテープとかで貼っていきます。隙間がなくってちゃんと隠せていれば何でも OK、 何でも OK。 だからこんなね、ざっくりとした貼り方します。円だからってぴったり貼る必要はないのよ、隠すだけでいいから。うん、はい、こんな感じでですね、マスキングは完了。あとは隙間がないようにこうね、全体ちょっとプッシュしておいてもらって、特にこういう際のところとかはね、しっかりと貼っておかないと綺麗なラインが出なくなってしまうので、ちょっと軽くね、キュッと押さえておきます。はい、いいですかね。そしたらこちら側を黒に染めていきたいと思います。換気をしっかりした状態でしっかり拭ってから拭いていきます。
かマスキングのラインの上までは絶対に拭くようにしてもらって拭いてます。よし、それではこちら乾いてきたのでマスキングの方めくってですね、あの白と黒に変えたいと思います。よいしょー。あーでもこれ気持ちいいよね、やっぱマスキングを剥がすとさ、こう色がさ明らかに2色になってる感じとか超好き超好き。あ、やったー、いいねー。あ、でもこれまだね、ここのラインが残ってるんですよ、ここのラインで、塗装した面をあまり爪でね引っかかないようにしつつこうやって取っていきたいと思います。なんかポケモンみたいだね何とは言わないけど、何とは言わないけどポケモンみたいだねではこれ2色になったので、ここからこちらのメタリックプリズムホログラム拭いていきたいと思います。これは希釈済みっていうことなので、このままエアブラシの中に入れて拭いてもらえれば OK です。よし、行きましょう。ここからですよね、楽しみなのが今日の本題、ここから。それまではなんとなく缶スプレーの拭き方みたいなのやりましたけど、ここから、はい、この2色どうやって発色するんでしょうか。うわ、もうここでやばいね。そこから美しい。なんだこれ、なんだこれ、やばいね。まあ、どんな塗料もですね、最初まあ開けたらまず可感棒で混ぜるということで、混ぜるところからですね。うーわなんかうわ、これ1500円やね、やば。うわーって思いながら塗る。うわですよ。見てこの流れゆく感じ、ホログラムがサラサラ、すごーい。え、これもったいない気持ちになってきた、どうしようで、まあ今回ですね、ドバーッと拭こうと思って、じゃん、トリガータイプのエアテックスさんのですね XP735 プラス 0.35mm のエアブラシを持ってきました。ちょっと太めで飛ばしたいと思います。まあ、普通のエアブラシで飛ぶんですけど、楽だからっていう理由だけで取り側にしました。いくよー。うわ、すでにホロが発生しております。え、すごくない？すごくない？すでにホログラムだよ。え、すごくない？今度白側行ってみよう。あ、白のホロもいいね、これ全然違うわ。あ、やっぱ下地って違うね。ほら、白い方もねちゃんとホロになってるんですよ。そう、どちらかというとなんか白が下地だとパールっぽい雰囲気がありますね。そう、どこまで吹いたか分からなくなったときは、吹いてる場所から離して、光に当てながら、こうやってチェックするんですよ。わー、すごいなー。粒子がすごい。あー、すごいですね。わー、超綺麗。色味の違い伝わります？すごいよね、これ。確かに黒の方が、こうね、なんか虹っぽいような色味が分かりやすいかなと思うんですけど、シナの方はお上品なんですよね。こうね、ほんとパール感。ただ、ホロが入ってるので、かなり輝き方が違うパールになってますね。わー、すごっ。この塗料、1500円の価値ありですね。ホログラムまで塗ったんですが、この後ですね、クリアも塗っていきたいと思います。普通にクリア乗せて OK っていうことだったので、ラッカー系のですね、クリア吹いておこうと思います。まあ、これは前回と一緒なので、ざっくり塗っていきますね。結構一気に吹いてますが、ツヤがあると発色が良くなったのがわかりますか？はい。やっぱりね、光を受けてこうやって反射させるような塗料は、必ずクリアとかでコーティングされた方が、白の方が分かりやすいですかね。そう。色味が見やすくなったりとか、反射する力が強くなってくるので、よりツヤ感が、ホログラム感が増えると思います。なので、もうこうやってクリアコートまでして、完成っていう感じにされるといいかなと思います。はい、ということで、メタリックプリズムホログラムを使った塗装をしてみました。下地の色によって、黒だったり白だったりっていうので、本当に色味が変わってきます。だから下地の大事さだったりとか、あとは表現のですね、幅が広がることを伝わったでしょうか。こんなに綺麗な塗料だったらね、1500円しても使いたいですよね。ただ、ガイアノースさん
さんのイベントでしか販売されてない限定商品になるので、どうしてもね、なかなか材料が手に入るときと入らないときがあるんですって。なのでどうしてもイベント限定でしか販売できないそうなんですけれども、ぜひそういったイベントで見かけたらですね、手に入れてもらえたらと思いまーす。以上、まけんち TV でした。またねー。チャンネル登録待ってまーす。